そそのののの近くととこ行ってその山のとこですね最後の攻防戦が1579年に行われましたがその柚月神社って残ってる綺麗です小さい神社ですでそこに入っていってポッとこう鳥の上を見たら鳥自身はそんなに古いもんじゃない鳥の上を見たら小1位と書いてある柚月稲荷と書いてあるんですね稲荷というのはいい稲荷ですいい稲荷異なる 都会に稲荷神社って言ったらあのお米の稲とあの荷物の荷に書いて稲荷とこう言ってますが変ですねそれは後の果て字なんです。元々は異なる人だから、えー、日本の神道あるいは仏教いろいろありますがその中で「いい稲荷あいつらいい稲荷だ」と言われて名前を今言ったその稲の名前に変えたりしますい、まあ、いろんなな複雑なこととあったと思います。 ちょっとついでに行くと稲荷って言ったら日本で一番大きなのは、えー、伏見稲荷ですねあれは松尾大社とかいっぱいありますがあれはみんなユダヤ人ですで話は元へ戻しましてその稲荷神社のその鳥居の上を見たら「正正しい1位」と書いてある何でこんな小さな神社でいわゆるしゃむしゃもないのに何でやと思うくらいですが小さな神社なんですで今言ったように正1位一番上ですね位が。 そしてそこから入って本殿がその入った右の方にあるんですがおう一度わせてください小さな本殿ですよで、よう見たら家紋がある金の十六面です十六門これは天皇以外したためなんですね天皇は十六門でしょしてたっちゃうねだから楠木正義はこんなこと私はとても真似できないって言うんで楠木正義自身が の下に水を流して、菊水にししたわけです。しかし今言ったそんな小さな小さな柚月、えー、神社のところに16便ですよ。これ何と僕はいつももう言ってだから私たちが知らない日本あるいは秘密にされている日本もっと行くと日本を動かしている人たち今日、えー スについても少し話しなくてはいけませんがテレビや新聞やそういう中で言ってるのは言っていいニュースなんですねさっき言ったように民族国家ですからものすごい激しい権力闘争がその背後にあるし行われてまいりましただから丹波篠山の古戦場のなおその麓にある小さな柚木神社誰も目止めないだけど ユダヤ人のこと分かってくるとどうしてこれ16問えな何でしょう1位やという疑問というかそれから先ほど「旗」と名乗ったと言いましたねズキさんが日本に来まして「旗」で「しん」中国の「しん」名乗ったと言ったんですが旗の三自身が旗でしょ下に野原つけただけです。で鳥の羽とそれからの「あー旗」は多いです。 波,か波多いそれからの花でしょ波多野さん波ですね、うん、だからそこへ集まってた家来たち信長あるいは信長に使わされた明智光秀によって敗北するわけです敗北したのが1579年6月の2日それからちょうど3年だった1582年 6月の2日何が起きたんですかちょうど3年本能寺の変です。偶然でしょうかね明智光秀で言ったら何やもちろんね戦いの中でさっき言った1年に及ぶ戦いの中で降伏して申し訳ありませんでしたって言って降伏した人たち武士でも許してますよみんな。農民なんかももちろん許してる。いや旗野さんという城主のその。 殿様の子孫が無事に逃げていくんですそれがずっとその子孫が最近まで生き残ってましたそして江戸時代は大地主あるいは大将やです大きな庄屋さんということは敵だった1年間殺し合った実際ほとんど殺してない降伏したらそのまま逃がしてるわけですここにね血縁とかねなんかこう血 明智ではよくしてたんじゃないですかねそれから明智光秀って言ったら三日天下って言って1582年の本能寺の変でやや本能寺変で勝ったけどからそれから数日経ったあの天皇山の戦いで負けてでオブルースの滝破を通っていく時に土民農民の槍で殺されたと一般に言われてますが本当ですか影武者がかもからい 水秀は多分生きたんですね天,界です天,界天海は海で天界というものすごい力を持つ人がおる江戸時代のもちろん幕府ですね関ヶ原の戦い後天海そして天海の家来に斎藤さんとしておりましたその斎藤さんの子供明智光秀の重臣の 息子、ごめん娘これが往復ですわ春日局のをの江戸幕府の背後にいった多奥を取り仕切ったものすごい権力があっただから三代将軍は家光と言われておりますが案外家光はそのお父さんとされる、えー、二代目の将軍の子ではなくて家康の子であるかも分かりませんね。 家康とお福の子であるかも分かもりませんね春日の局、ね、あるいは遠くから今日おいでになった方々おそらく高速道路は丹南笹篠山で降りてきてくはったと思いますがその次の出口そこから北へ行きますと春日出いうとこがある春のに春日春日神社の春日春日の局はそこなんですなんで丹波で春日の局局が生まれたのよそう。 こので生まれてるんです黒井城というさっき笹山は八神城それに対して北の方の今の春日というところには黒井黒井というと井戸の井黒井城というとこがありますがその麓で生まれてるお父さんが戦ってる時にで、ね、今申し上げたようにこれは明智光秀の重臣ですからお父さんは殺されちゃうんですだけど娘はずっと生きる。 明光秀は天下と天下となり多くは江戸幕府を背後か動かしたかわ分かりませんねそういうようなことを考えてくると私たちはもっぺん言わせてください学校の教科書やあるいはマスコミが言ってる歴史とは違う歴史があるとちゃうか一言で言うと日本は多,多民族国家ですよとこういうことは言わないもう一つは古代ユダヤの人たちが日本においては強い力を持っておりますよと 中国系も力を持ってるそれに対してユダヤ系も強い力を持ってるわけですね。